ちょっと宇宙戦艦ヤマトいっぱいやったので、少しやったんで、はい、やっぱ主題歌をですね、さあこれは悩むところでございますが、はい。ああこれコードが入ってない。ちょっと今日はこれで許してください。ごめんなさい。なんかもうちょっと気の利いたことができればいいんですけど。難しいですよね。ルン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 よく思いつきますよねこれね、あ私には無理だな。わかりますか、わかりますか。ルン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 。ここまではなんかね自分でもこういうの作れそうな気もしますけど、ルンルンルンルルルルル、これは思いつかないですよ。ルル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 ル、
これぐらいならあのこれぐらいなって言ってあのね、まあ、いっぱいねもう、素晴らしい演奏がね YouTube に載ってますのでですね、まあいろいろ参考にしていただいてですね、あの自分なりの音がね出ればそれでいいと思うんですけどね、私はまあ難しいことはできないので、あのまあちょっとはできるかもしれないですけどね、練習してね、でも難しいことやってもね別に、うん、それは、うん、まあちょっとは面白いんですけど、うん、なんかどんどんねどんどん音って少ない方がいいような気がしてきてですね、はい、あのねもう分かんないですけどね、はい、いろいろでございます、はい、あとねやっぱちょっとお金で悩んでましてですね、あのこのトップのやつをですねちょっとあのまあこの、 あの説明のところに毎度書いてますけどね、はい、ちらっと見ていただけたらあのねあの、うん、寺沢武一さんの悟空っていうねアニメがあるんですよ、はい、はい、どうもすいません、はい、失礼します。